発達障害誤解あるある。発達障害って言うと、こうだよねって決めつけのようにあの言われることがネット上結構多いですよね。まあ、それをですね、あのちょっと検証するというか、皆さんと一緒に考えていきたいという企画です。第3弾かな。で、今日はえう、ー、は、発達障害の人は嘘をつかないかどうかがテーマですね。まあ、よく言われますよね、確かにね、発達障害の人は嘘つかない、つけないみたいな。えっ、ー、と、まあ、私自身は、 えーまあ、この説というかな、うん、この考えはまあ確かにって思うところが実は多い,、はい。だからあるあるおかしいじゃないかっていうよりも、まあ、確かにっていう感じはします。<laughs> まず、やはり ASD 傾向のある方々は、まあ、いわゆるこの裏が読めないとか、状況読めないとかっていうことが、まあ、よく言われますよね。まあ、他の人も100%いわゆる読める。 分かっているわけけじゃないですけどもその差が結構あるとで、嘘つくっていうのは相手が思っていることの裏を書くってことなので <laughs> 当然相手がお互いが自分はこの情報を知っている相手はこの情報を知らないだからこういうことまで許されるだろうっていうさまざまな相手の状況を考えたりとか自分がこういう反応した時に相手はこう反応するだろうって想像のところが働いていくので。 確かに苦手とするところなのかなっていうのは、まあ、皆さん思うところかなと思います。はい。まあ、確かにそうですよね。また、あの、うっていうのは、その、まあ、通常多くの場合は、その臨機応変さみたいなのが必要なので、まあ、いろいろ考えて考えてっていうことはできるかもしれないけれども、その場で、こう、即座に対応できるかっていうと、それも苦手な人が多いので、嘘をつけないみたいなのはあるかもしれないですね。 まあ一方で、あのじゃあ本当にこう正直者で嘘を全くつかないかというとあの困るとやっぱりね、あの見え見えの嘘をつくみたいな、まあ、こういうのも言われることはありますし、まあ、実際そういうこともあるかなというふうに思いましてき、まあ、今日の,このあるある発達障害の人は嘘をつかないというのは、まあ、特に ASD 傾向の人は確かにそうなのかな。 っていう気はしますね。あるいは ADHD って診断されていても ASD のまあ傾向が強い方は、そういうことはあるかもしれないっていうことになります。ただしですね、嘘をつきたくないっていうのが、もっと大きいんじゃないかなっていうのが私の印象ですね。だから、嘘をつくのが苦手。それは能力的にっていうか、特性上苦手なんだけど、まあ、で、困ると嘘をつくんだけど、やっぱばれちゃうことが多い。ただ、でも根っことして、えー その相手を騙すとか、自分だけが得をするとかですね、そういうこの公平さとか、真摯さとか、正義みたいな、こういったものに対する感度が非常に高い方々が多いなっていう印象なんですよね。それはそもそもそういうような特徴なのか、それともだ騙されやすいから逆に言うと、相手がね、 あの嘘をついてるのが見抜きづらいのでまあそういったのにもへきとしてそういったものがないピュアな世界を望んでいるからこそ自分も何ていうかなネガティブな経験から自分はしないっていうふうになってるのかちょっと分かんないですね生まれながらにして嘘が嫌いなのがそれとも嘘をつかれることによって嘘が嫌いになっていくのかちょっとここは分かんないんですがでもやっぱりあの私が思う発達障害の方ってやっぱ真摯さとか真面目さとか あの正義感とかですね、<laughs> 表裏なしみたいな、そういったところが、私が考える一番根っこの特徴、診断名とかにはない、診断基準とかにはないですけど、なので、そういう意味で、発達障害の人は嘘をつかないのか、つきます、だけどバレちゃいます、つけないのか、確かにつけない、綺麗な嘘をつけない人はいるかもしれないと <laughs>。一方で、つきたくないっていうのが一番大きいかなというのが、ちょっと私の今日のまとめという感じですかね。 はい、で、えっ、ー、と、皆さんからもちょっとこれ寄せていただいていると思うんですが、えー、ど,うだどうだ、どうだえっ、ー、と、はなさんは人による気がします。とか、うり坊さんはうちの子の思い切りのいい嘘本当悩まされてます。あ、むしろ嘘つくんですね。はい、素晴らしいですね。これは非常に高い知能が <laughs> 必要ですよね、はい。で、タートルさんは人間だから嘘つくに決まってるよ。 はい、つくつかないで言うと、まあ、つくんじゃないかと。はいえー、とあとはキャッツ、キサラギさん。なるほど、これは ADHD 的な感じかな。道徳的に言えないというより、考えたら即発信するから言えないと。まあ、確かに嘘を言うためには、いろいろ状況分析とかしなきゃいけないから、思ったところをすぐパンって言っちゃうと嘘をつけないというね。<laughs> 常に顔に書いてあります。常に口からもう思いが出てますって言うと、まあ、確かに嘘をつく暇がないっていうことかもしれない。なるほど。 えっと、あと、マレさんは基本的にはバカ正直ですけど、正直に言うことで何か悪影響がありそうって思ったらごまかすことはあります。ああ、いわゆるデブとかそういうやつですかね。<laughs> はい。えーと、あとは何かあるかなあの、パンダラさん、クリスチャンですが嘘はついてしまうこともあります。なるほど。懺悔って感じか。ありがとうございます。 ああ、売り坊さん面白いね。バレた後のことを考えない。今を切り抜けるために堂々と嘘をつける。ああ、逆にね。嘘をついたその先が分かってないから、想像できてないから、むしろってことか。なるほど。その解釈も面白いですね。はい。えー、っと、あとは気遣いの嘘ぐらいですかね。とか、たくさん書いてあるな。猫アンズさんは嘘つくの下手です。って書いてらっしゃいますね。あと、パンダラさんも顔に出がちなのですぐバレます。とか、子供っぽい嘘をつくかなとかって感じありますね。 ちゃんさんさも嘘つけないいいですすすととはあ、い、あります、ね、ありままねがとうございます、まあ、私もだからやっぱり結構その特徴は結構強くって基本的に、うん、あの違うと思ったらすぐ行っちゃうし嘘は嘘つくことあるかな自分。まあ、だからこの会社エンのなんか特徴もんとなくわかっていただけると思うんですけど基本的には嘘をつかない会社っていうか思ってるらいないことが好きな会社なので、はいえーとまあ、発達障害的。 な会社な面は強いかなとは思いますね。